皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之でございます。どうもどうも。比較名合成シリーズパート4でございます。はい、今回は Mac を使ってタイムラプスを作ってみようと。比較名合成の星をこう線にしてね、表現するタイムラプスを作ってみようっていうのが、今日のお題でございます。まだここにいきなり来ちゃったっていう方は1、2を先に見るといいと思います。3はあの Windows 版の話なので、パート1、パート2を見てですね、比較名合成、星を軌跡にするっていうのはどういうふうにやってるのかなっていうのを一度見てからこのパート4を見るといいと思います。まあそんなスタートレイルのタイムラプスをですね、 Mac で作ってみようという動画になりますが、 Windows は結構手軽だったじゃないですか。で、 Mac も私の記憶ではそれができるはずだったんですけど、ちょっとね、私の記憶が古くてというかですね、だいぶ時代が変わっているというか、あの、私が以前に使っていた、私も最初 Mac ユーザーだったので、その時に使っていたソフトっていうのが今ほとんど、まあ、使えないものばかりだったんですよね。例えば Mac の OS カタリナ以降は対応してませんとか、多分開発者の人がもうやってないんでしょうね。動画の画質大きさって、まあフルハイビジョンとか 4K とか言いましたけど、今 4K が普通になってきてるじゃないですか。最低でもフルハイビジョンなんですけども、それすらも出せないっていうね。 720p っていう DVD 画質のものまでしか対応してませんとか、まあ、そんなんばっかだったんですよ。で、ちょっと待てよと、そういえば Mac には iMovie っていうね、便利なソフトがあるぞと。もう最初に Mac を買った時についてくるソフトウェアですよね。じゃあそれでやろうかなって調べて、まあ詳しく話すと、 iMovie は通常のタイムラプスを作る分には問題ないんですけど、今回のね、比較名合成のスタートレイルを表現するにはちょっと適しませんでした。なんかね、カクカクするんだよね。そういうことなの？他の動画編集ソフトとかに取り込んでタイムラプス化してもそういう症状出なかったんですよ。 iMovie だけどう頑張ってもカクカクしてしまうっていうことで、まあ、残念ながら iMovie は不適合というふうにですね、判断をいたしました。まあ、参考までにどうやってやるかっていうと、まあ、写真をこう読み込んでですね、秒間10フレームで書き出せるんですね。で、それをまた動画を取り込んで3倍速にすると、それで秒間30フレーム30コマを実現するっていう、まあそのやり方もどうかとは思うんですけど、それでやってらっしゃる方がまあほとんどですよと。で、私以前に、星空のタイムラプスでこうピュン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 飛行機が飛んでくるのを消すっていう、その技をですね、こういうふうにチュートリアルで公開してるんですね。この時に使った動画生成のソフトっていうのがダヴィンチリゾルブっていうですね、動画編集ソフトだったんですよ。これ無料版ですごくいろんな機能が使えて、あの、非常に優秀なソフトで使いやすいんですけど、まあ、写真やってる人がいきなりダヴィンチリゾルブはちょっとつきにくいよっていう話だったんですけど、やっぱりね、ダヴィンチが一番いいわ。で、やり方としては、パート2の動画で使ったスタースタックスっていう比較名合成を作るソフトがありました。はい、それを使って、比較名合成のタイムラプスの素材を書き出して、ダヴィンチリゾルブに取り込んで動画にすると、タイムラプス動画にするという、そういう流れになります。せっかくなんでね、スタースタックスを Mac 版でインストールするところからやってみようと思います。まあ、前回 Windows だったからね。同じく、まあ、このスタースタックスのサイトに飛んでいただいて、で、下に行くと、ここだね、MacOS10.7 ライオンから Big Sur までって書いてます。このスタースタックス 0.81 Mac DNG っていうのが最新みたいですね。じゃあこれが、ダウンロードしてみようと思います。はい。で、ダウンロードすると、この左下に表示が出てくるので、はい、これインストールしますね。アグリー。
はい、そうするとこういう画面になりますね。でこれはこのスタースタックスっていうアプリケーションを、このここに書いてます、英語でね、アプリケーションズドラッグスタースタックスヒアとインストール、ここにドラッグすればインストールされたことになりますよっていうことですね。はい、インストールされました。これで OK です。でインストールしたらこのアプリケーションの中に、スタースタックスさんが入ってましたね、入ってますんで、でここの、デスクトップにあるこいつはもう何取り出しちゃって OK です。でまずスタースタックスを起動しましょう。はい、お、来た。開発元を検証できないため開きません。だからこのアプリやべえんじゃねえのってこれ表示が出るんですけど、その時はハテナを入れてクリックするんですね。前に出てきました。で一般パネルを開いていただいて、で変更するにはこの鍵をクリックしますと、あれですね、この左下にね、これ鍵クリックすると、まあ、そのパスワード入れろって出ますから、パスワード入れると、このまま開くっていう表示が出ます。はい、これで開くってやると無事に開きます。はい、でここにですね、この間撮影したベランダの素材ですね、 XS10 混在してるリスト JPEG のみにして、はい、JPEG ファイルを全部選択してここにドラッグアンドドロップ、バーンドーン入れました。はい。で、前回はここで、この左上のね、スタートプロセッシングというところを押したんですけども、今回は違います。こっちのですね、歯車マークをクリックしていただくと、ここはね、前回もご説明したところですけど、この下にさ、Then, step after each step っていうところがあります。これ、それぞれ合成をそれぞれの段階で保存するって意味です。つまり、105枚今ぶち込んでるでしょ？ぶち込んでるとか言って、105枚。で、1枚を書き出します。1枚と2枚合成したやつを書き出します。1枚と2枚と3枚と合成したやつを書き出しますっていう感じで、順にやっていくんですよ。つまりそうすることで、比較名合成がどん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 伸びていくのが、それぞれ保存されていくんですね。まずこの Save After Each Step をクリックします。で、このブラウズってとこありますね。これをクリックして、はい。で、さっきの、とは違うとこにしようかな。わかりやすく。これちょっと新しくフォルダ作りましょうか。新規フォルダを作って、そうですね。1ステップとか入れる ?1 ステップ。1ステップフォルダを作りました。で、ここに、入れますと開く。ね。で、これリバースナンバリングスキームなのかな？でありますけど、これは、逆再生ができるように、番号を逆に振るっていう感じですね。これ、まあ、いろいろ使うとなかなか奥の深いソフトで、割とその、まあ、ちょっとしたクリエイティブなことができたりするんです。まあ、今日はここは触れないように。はい、じゃあ、1ステップにチェックを入れて、フォルダを指定したのを確認したら、これで、スタートプロセッシング。そうすると、はい、これ、前回と同じように比較名合成されているように見えますけども、実はね、それぞれが書き出されているっていうね、なかなか優秀な機能です。まあ、この操作は Windows でも同じなので、Mac で説明してるっていう、まあ、章になりますけども、Windows を使ってる方もね、ここをチェック入れればこうやって書き出すことができまして、まあ、別の動画生成ソフトウェアとかに入れれば、同じようなことがシリーズコンプ使わなくてもできるっていうことですね。はい。じゃあちょっと待ちまーす。私がまあ Windows 使ってる、Mac 両方使ってる理由っていうのもやっぱそこにあって、どっちかじゃないと使えないソフトは、特にね、星空関係の天体写真系のソフトとかは、Windows 対応が多いんですよ。Mac 対応ないんですよね。それでまあ両方使ってるっていう感じなんですけど、まあ Mac だと、そのいろんなシステムとこう合わせるのが便利だったりとか、まあそれぞれメリットがあってね、結局両方使ってるんですよ。
そんな無駄話してる間にこう終わりましたね。じゃあさっき、指定したフォルダに写真が入ってるか見てみましょうか。すみません、1ステップ。あ、入ってる入ってる。これ見てください。1枚目がこれですけど、普通の写真でしょ。でもね、こうちょっと下行くと、この線になってる。2。で、一番最後まで行くと、はい、線になってるということです。まあ、それぞれ105枚分書き出されております。まあ、もちろんこれコメットモードにしたいなって言ったらコメットモードチェック入れれば、コメットモード、コメットモードのあの、尻が押すぼみになられている、尻すぼんでいる、流星のような星の地域の状態がこうやって動いていくっていうのが、1ステップで書き出されます。うん。まあ、その時はここにチェック入れてくださいね。はい。サイトにいました。名前はなんか、とっつきにくい感じあるかもしれないですけど、使い方は至って、とってもシンプルですし、ゆくゆくこう、ステップアップするっていう風になった時にね、やっぱり、いろいろ役立つ機能が多いので、ダヴィンチリゾルブで、をおすすめしたいと思います。で、ですね、ソフトウェア、無償版と有償版があります。このダヴィンチのリゾルブのいいところは、まあ、Mac の、じゃあや、Adobe のプレミアとかはサブスクリプション契約って言って、毎月毎月こうお金を払わなきゃいけないんですよ。Lightroom とか Photoshop のクリエイティブフォトプランは980円なんですけど、このプレミアだけ使おうと結構高いんですよ。なんだけど、ダヴィンチリゾルブとファイナルカットは、一回購入しちゃえば、それでもう終わりです。追加でこう、購入する必要はなくて、アップグレードが常にされていくっていう状態なので、こう、例えば動画のカラーグレーディングとかね、とかノイズリアクションとかそういうのを使いたいなって時はもう有料版を買っちゃえばいいんですけど、まあ、今日はこの、無料版をインストールしてください。これの MacOS 版ですね。MacOS 版を、ダウンロードしますと。で、まあここいろいろ個人情報入れるんですけど、まあ、登録ダウンロードと。で、個人情報入れたら、こうダウンロードすると、まあ、こういうのが入ってきますんで。で、まあ私もですね、ダヴィンチリゾルブは有料版をもう買ってるので、ちょっとこのまま進めますけども。まあここなんかね、新規プロジェクトで、まあ、例えば E1 ステップとか、E1 ステップ、こう入れて作成してください。で、ですね、この画面の見方ですけども、まあ、以前に紹介したのと変わんないんですけどね、このメディア、カット、エディット、フュージョン、カラー、エアライト、デリバーで、まあ、いろいろこう、カット編集のみとか、そのカラーグレーディングとか、音をいじるところです。各セクションに分かれてるんですね。このデリバーは書き出しするところなんですけど、各セクションにこう、何かの作業がこう集中されているような感じの画面になります。で、まずですね、この一番左のですね、メディアっていうところを開いていただいて、ここから、ボリューム、1ステップ。はい、これですね。これでこのメディアプールにクリップがありませんで、ここに取り込みます。はい、で、ここで、データが取り込めました。で、次にこの隣に行きましょう。カット。そうですね。さっきのメディアっていうのはまあデータを管理するフォルダで、で、ここはそのカット編集を行う、実際の編集を行うフォルダになります。で、こう再生すると、ご紹介になりますね。で、これね、私一回やったんですけど、今もなんかカクついてたじゃないですか。こう、コントロール F でフルスクリーンモードになるんですけど、今これでやってみると、こうカクついてるじゃないですか。でね、なんでかわからないですけど、なんか追いつかないみたいで、まあ、これ最新の Mac なんですけどね、Apple Silicon F1 のスペックモリモリの Mac なんですけど、まあ、なぜかこういう風に表示されるんですが、実際に書き出したデータ見たら、滑らかに再生されてましたんで、ご安心ください。iMovie は書き出してもこの状態だったんですけど、じゃあデータ取り込んだら、次にこの隣のエディットに行きます。はい、エディット。で、今ね、ここ、両サイド黒いじゃないですか。
このまま書き出すと非常にかっこ悪いので、インスペクター。っていうところをクリックします。右上の。ほんで、ズームってありますから。これで、作ってね。こうっすか。はい。これで、16対9の画面になりました。で、もし、こう、上下の位置、直したいなっていう人は、ここで横。で、こっちで縦が、こう、移動できます。自分のお好みの構図にやってみてください。で、ここでアニメーションつけることもできるんですけども、まあ、キーフレームを追って、ここからここまでこんだけ動いててできるんですけど、とりあえず今はね、それ、触れないようにします。で、ここまでやったら、1、下のですね、セクションの一番右のデリバーっていうところをクリックしていただきます。で、ここで書き出し設定ができるんですね。はい。で、今、フォーマットはクイックタイムですよと。そうですね、MP4 にしておきましょう。まあ、軽いデータで出すっていうんですね。で、age.264 で大丈夫です。はい。で、解像度は今、フルハイビジョンの設定になってますが、3845×2260、ウルトラ HD、これ 4K 画質のことです。4K で出すこともできますし、その上の 8K で出すと、さすがにこの、今取り込んでるやつは 8K のカメラで撮ってないので、XS10 ですから、8K まではできないので、4K 画質にして、で、まあ品質、まあ自動でいいです。で、他は全部自動にして、レンダー Q に追加っていうのをクリックします。で、ここをね、4K にして出しましょうか。で、レンダー Q に追加ってやると、お？あ、はいはい、すいません。これ、タイムライン解像度より大きい解像度で、レンダー Q に追加しました。その、今編集してる画質、4K じゃないけどいいのっていう話なんです。で、写真は 4K 以上あるじゃんって、XS10 ですよね。なんですけど、これが出た時はですね、ファイルの、プロジェクト設定。うん。で、このマスター設定からタイムライン解像度っていうのがあります、ね。これを 3840×2160 にすると。だからね。これ保存。これで 4K になったはず。で、もう一回デリバーから 4K を選んで、フレームレートは30フレームにします。で、これレンダー Q に追加ってやると今度は怒られないです。はい。あ、なんか2個出しちゃった。こっちこそ。はい。で、この1ステップタイムラミ1点ここに追加されたので、レンダーオールっていうのを押すと、これで動画の書き出しが開始されます。はい。はい。もう終わったんだ。早いね。で、どこに書き出したんだっけ？デスクトップ名称見せてのね。これですな。これが今書き出した動画でございます。はい。あ、綺麗だね。iMovie と違って、綺麗な線が描けました。ということで、以上が Mac の場合の操作方法になります。スタースタックスで1ステップ処理、比較名合成をした後に、動画編集ソフトでタイムラプスにするということなんですけども、付属の iMovie はダメで、今はダヴィンチリゾルブを使いましたよ。まあ、今回いろいろですね、この動画を作るためにいろんなソフトを試しましたけど、 Mac でお手軽にフリーソフトで簡単にね、それこそ簡単なインターフェースでタイムラプスの動画を作るっていう環境はなかなか難しいっていうのがね、残念ながら分かりました。全然私が求めている基準ってね、高いものじゃないんですよ。最低フルハイビジョンで出せて秒間30コマのタイムラプス動画を作ればそれでいいんですけど、まあ、それがないというね。もういろんなソフトやったんですけど、どれもできませんでした。いいのを知ってる人いたら、逆にちょっと教えてください。コメントでください。もうこれだったら有料版使った方がいいよって思うぐらいめんどくさかった。もし有料で使うとしたらですね、TLDF っていうタイムラプスデフリッカーっていうソフトがあります。これ4000ぐらいだったかな。うん。あとね、パノラプスっていうソフトがあります。これね、有料版がね、9000ぐらいだったかな。あとは LR タイムラプスですね。これ
5万円ぐらいするんですけど、紹介するとするとこの3つですかね。うん、だどれもそのデフリッカー、タイムラプスの大敵であるそのチカチカ現象をね、消す、打ち消してくれるっていう、機能が入っているものなので、覚えておいて損はございません。それでは今日はここまでにしましょうか。比較名合成パート4は以上になります。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。